今から行けばいいのか。わかった。おお、君がジェノス君か。バング、S級3位のシルバーファングか。連中はみんな本部に行っちまって、この支部は空っぽじゃよ。めんどくさがって来ない白状者もおるがの。災害レベル竜の最悪の事態を押し付けおったわ。35分後にここ Z 市に落下する巨大隕石を。隕石？急に軌道を変えたようでな。この地もろとも侵入するつもりらしい。今回ばかりはどうにもならん。君も大切な人と遠くへ避難するといい。ヒーロー協会から市民の皆様にお知らせいたします。ほほ、パニックが起こるぞ。避難しないのか。わしは代々継いできた道場を離れるわけにはいかんからの。行ったか。できるだけ遠くまで避難してください。さすがに今回は生存を諦めている者も多いな。S級7位、高火力の兵器で敵を周囲の建物ごと粉砕するヒーロー。ボホイ、お前の力を貸してくれ。断る。なぜだ。残念だが俺は命を懸けてるわけじゃない。それと俺はボホイではなくメタルナイトだ。ミサイル発射。衝突まで推定あと33秒。その前に俺のパワーで破壊できるのか。お主は失敗を考えるにはまだ若すぎるの。適当がベスト。自分の全力を尽くさずして何がベストだ。この一撃に俺の今を全てを捧げる。俺の墓場か。じいさん、こいつ任せるぞ。ん？俺の町に落ちてんじゃねえ。信じられん。だがこのビルだけじゃない。一件落着だな。ん、彼はなぜ二人が。もしやあの二人は師弟関係にあるのか。今日飯何すっか。キャベツがまだ残ってたよな。キャベツだけでは何もできませんね。いいか、キャベツを甘く見るな。やはり二人は師弟関係にあるのか。やはりこのままでは流水岩再建に未来はない。よし、おっす。あ、大したもんじゃな。誰だっけ、このじいさん。シルバーファング。おお、こうして近くで見ると案外と普通の男だな。見た目からして優秀なジェノス君。じゃが、それを凌駕する流儀が彼にあれば話は変わってくる。行く？はい。時に埼玉くん、武術は一体どこで学んだ？流派は何じゃ？え？筋トレかな？なんと！では身体能力だけで隕石を砕いたというのか？今度うちの道場に遊びに来てみんか。え？これわしの道場の住所。明日は予定開けとくぜ。明日な。先生。なぜこん。突きあり。買い物の間だけで軽く200回倒せたわ。
先生！猫かと思ったらビニール袋だった。なんという肉体。あれなら油断や隙を作ってしまうわけだ。わしの脳内シミュレーションも変わってくるな。うちの道場に武術協会から送られてきた高級肉があるんじゃが。奇遇だな。ただ肉を渡す前に見てほしいもんがある。この機会に武術の良さを知ってもらおうと思ってな。わかったから早く肉くれよ。おい、だから肉はよ。勝負に勝ったら食わせてやるわい。ちぬはえろけん取ったぜ。これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。叩いてかぶってじゃんけんぽんだろ。ま、一般的にそうじゃ。先生、俺がやります。叩いてかぶってじゃんけんぽん。まず一本。面白いじゃねえか。叩いてかぶってじゃんけんぽん。もう一回だ。ケン！オワン！オワン！ソン！バン！バン！プン！ホワット！プン！プン！プン！叩いてかぶってじゃんけんぽん！うん、こやつ！わしの負けじゃ。真剣勝負ならどうなっていたか。しかしどうじゃ、二人とも。手を合わせてみてようわかったろ。どう？道場に通ってみたくなったじゃろ。いや、全然。あ、そう？